どうも、まさんです。皆様、おはようございます。今回ですね、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまったの2期の8話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、お見合いをしようというところで、 まあこう、ニコルがですね、お見合いをすることになっていたわけなんですが、まあこう、まあニコルがお見合いをするっていう風になった時に、まあこう、まあ申し込まれる件数ですね <laughs>。そう。お見合いの申し込み件数が多すぎてですね、結構びっくりしたなっていうところではありましたね <laughs>。そう。なかなかすごかったですよね。まあそんな、こう、ニコルのお見合い相手ですね。まあこう、いろんな人がいたわけなんですが、 まあこう、ま、ニコルの何気ない動作で赤面する人もいたりしてですね。こう、なんかそういうところがですね。ま、賑やかだったり、面白いところではありましたね。そう。人によってこう、ま、ニコルに対しての反応が、ま、こう、様々でしたからね。そう。ま、といってもですね。こう、ニコルがお見合い中に考えているっていうところがですね。ま、こう、ま、カタリナのことばかりっていうところっすね。 そう。なんかそういうところをですね。を見ていると、まあ、こう、どれだけカタリナのことが好きなんだっていうことをですね。まあすごく言いたくなるなっていうところではありましたね。そう。ん、ま、か、あ、そういうところだけですごいこう好きなんだっていう気持ちは、まあ伝わってくるところですよね。そう。考えてるのがましてやお見合い中ですからね。そう。 なんかそういうところがすごく伝わってくるなーっていう話だったわけなんですがまたねこうニコルのお父さんがですね婚約に関してはですね、まあ、すごいこうニコルの気持ちをですね尊重しようとしているっていうことが伝わってきていいお父さんだなーっていうことをね思ったりしました、まあ、あとはねこうソフィアが略奪愛のね、まあ、ロマンス小説をですね、まあ、こうニコルに対して渡してくるっていうのはですね 思わず笑ってしまったなあというところではありました。そういうところで、まず一つ目の感想である、お見合いをしようというところ、終わっておきます。で、次、二つ目ですね。フレイとの話というところで、まあ、ニコルがですね、フレイと話をしていたわけなんですが、まあ、こう、お互いにですね、お見合いに対して本気ではないっていうのがですね、 まあこう逆に共通点みたいになっていて面白いなあっていうことをね感じたりしました。またね、こうフレイがソフィアからですね、まあこういろんなことを聞いていたりとか、まあこうソフィアがですね、まあこうニコルとカタリナをくっつけようとしていたりするっていうのをですね、まあこうフレイは知っていたわけなんですが、なんかね、そういうところがまあこう余計に面白く思えるなあっていうところではありましたね。<laughs> そう。 なんかそういうところが、まあ、余計にこのお二人の会話をね、面白くさせているのかなっていう風には感じましたというところで、まあ、あとはね、こうメアリやキースもですね、カタリナのことを諦めていないのに、まあ、こうニコルだけ身を引くのはどうなのかっていう、まあそういうフレイの話もですね、まあ確かにその通りだなっていうことをね、思ったりはしました。そう。確かにそうですよね。メアリもキースも全く諦めてないですからね。 何か言われてみて確かにそうだなっていうふうに感じるところではありました、まあ、何にせよですねプレイのこう自分の力で生きていきたいっていう言葉もですね、まあこうまあ、話す相手がですね、まあ、こうニコルだったからこそ、まあ、そういうことを言えたのかなっていうふうに思ったりしたそういうところではありましたねそうなんかそういうところがすごく感じられたというところで2つ目の感想である フレイトの話というところを終わっておきます。で、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目の感想はですね、魔法省へ行きたいというところで、フレイト、ジンジャーがですね、カタリナと一緒に魔法省で働けるということを夢見ていたわけなんですが、こう本当にそれが実現すればいいなあっていうことをね、思ったりしました。 まあそもそもこれに関してはカタリナがですね、魔法省に入れるのかっていうところにかかっているような気がしますけどね <laughs>。そう。なんかそっちにかかってるなっていうふうな感じがするんですが、またね、こう、フレイが魔法省にいるですね。こう、ラーナに対して憧れを抱いているっていうところはですね、まあフレイとこうニコルの間の話ですね。まあそういうところでも明らかになっていたわけなんですが、本当にね、 こう、フレイが、まあ、ラーナの、まあ、そうですね。ラーナのもでですね、働けるということをですね、まあこれにば、こればっかりは願うしかないな、っていうところですね。まあ、そういうところだったんですが、まあ、あとはね、こう、まあジ、ジャーがですね、カタリナに対して距離を置こうとしていたのにですね、まあ、こう、カタリナからぐいぐい距離を詰められちゃっているっていうところですね。<laughs> そう。 なんかね、そういうところが、やっぱこう、面白いなっていうところで、結構ね、笑わせてもらったなというところですね。まあ、そんな神ジ社ジがですね、他の女子から、まあ、こう、態度が、まあ、こう、あまりよろしくないっていうことでね、いろいろと言われていたりするのをですね、まあ、こう、語りなが、こう、まあ、それをね、まあ、助け舟を出すというか、まあ、それを見事にかばっていたわけなんですが、まあ、こう、神社はツンデレだ。 っていうことをね、そう、カタリナが言っていたわけなんですが、なんかね、そういうことを言ってかばっているっていうのもですね、なかなか見ていて微笑ましいところではありましたね。まあ、そういうところで、3つ目の感想である、魔法省へ行きたいというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ニコルのお見合いの話が出てきていたわけなんですが、 まあ,こうあくまでニコルの意志を尊重しようとするラファエルやね、ニコルのお父さんとかフレイはですね、まあいい人たちだなっていうふうに思ったりしました。またね、こうニコルのお父さん自身がですね、最初まで登り詰めたっていうのもですね、まあお母さんとの略奪婚が絡んでいたんだっていうのもですね、なかなか面白い話ではありましたね。そういった話を聞いて、ニコルのお父さんがですね、 イコール自身の気持ちを尊重するっていう意味が、まあ、なんとなく分かったような気がしましたね、まあ、とりあえずねこう次回の話がどうなるのかですね今から楽しみだというところで今回の乙女ゲームの破滅フラグしかな、ね、い悪役令状に転生してしまったの2期の8話の感想ですねこちら終わっておきますでですね今までにも1話から7話の感想ですね それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日ね、他にも2本更新しておりまして、女神寮の寮母くんの6話の感想と、転生したらスライムだった件の2期の19話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、聞いてみてくださいという話と、 明日ですね。明日は4本更新するんですが、迷宮ブラックカンパニーの第7話の感想と、魔法科高校の優等生の8話の感想、そしてですね、白いさんのアクアトープの7話の感想と、あ、7話じゃない、8話の感想と、スカーレットネクサスの9話の感想ですね。この4本、1、2、3、4と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、 本日2本目のラジオの方終わっておきます。えー、そして、えー、明日も4本更新するんで、よかったら聞きに来てください。というわけで、えー、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。